暗い。明るい。でもさ、カメラがさ、お、これぐらい。ちょっとお待ちをね。これが。あれ？こっちか。どうやって着るんやっけ？昨日着たのに。あれ？昨日着たのにさ、着方を忘れた。こうか。やだだ、ボソボソになった。こんにちは。こんにちは。これさ、15分しかないよね、この時間。15分しかないですよね。あ、20分あるのか。いけるな。よいしょ。すごい無計画なんですけど、まあ何を作るかと言いますと、20分あればスープも作れちゃうであろうという、すごい無計画的な考え方をしています。無計画すぎるかな。いけちゃうよね。無計画すぎるんですが、いけちゃいますね。多分喋ってる暇ない。あ、待って、よし、もう無計画です無計画です。すごいな。その斜め画角なんですけども、それは致し方がないことなので、お気になさらず。こうやってやったらいける。で、多分ね、身長の問題なんですよね。身長的に、身長が低かったらね、ちょっとこれぐらいになるけど。
ラの位置を上げたら逆にこっちが映らなくなるんですよ。させるのに時間がかかっている。マジスカさん、赤色サンタさん、かわいい人、マジスカさん、かっこいい人、ゆうちゃん、ピロシさん、ヨシタさん、ライリンさん、かわいい人、セリアさん、結婚してギフト、はい、ツボンさん、結婚してギフト、赤色サンタさん、結婚してギフト、アビンさん、ありがとうございます。拡大して揺れてる。絵抜き入れた方がいいかな。入れちゃいます。サラダスープを作るときはいつもだいたいこんな感じです。ちゃ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 ちょっとって感じです。ここはギリギリ映ってないのか。そろそろ沸騰してきたんじゃない？多分。危ない、卵が割れちゃうところでした。豆腐なんて超沸騰してる。ルクルーズじゃない、ストーブ。多分今日の中ではえのきちゃんなので。さあね、キノコ類は嫌いなのにえのきだけは大好きというちょっと謎タイプなんですよ。えのきだけはね好きなんです。別に普通よ、これ普通よ、普通サイズですよ。大きく見える？あ、でもえのきの生の匂いは
ちょっと嫌いなんですけど、えのき自体はめっちゃ好き。きのこ類は超嫌い。えのきは超好き。えのきだけね、謎に好きなんですよ。なんでかわからん、自分でも。ちょっと太しすぎた。そうなんです。同志はいませんか、同志は。最近ね、野菜不足なのでね、野菜を取ろうと思ってね、思っているわけですよ。これさ、一人にしては多すぎるかな、量。これ豆腐入れなくてもいいかもな。豆腐入れんくてもいいかもしれん。時間大丈夫そう。大丈夫そうだね。全部入れんければいいよ。豆腐割れたら困るな。な、出てこん。出てこんじゃん。出て行ってくれ。手伝うことですか？ない、ないです。結構入れてしまった。まあまあいいであろう。超健康です。じゃあ強火にして。オッケー、あっさり終わった。オッケー、あっさりできました。今この家には、あ、あれがないんだ。ネギ不足だ今この家は。ネギ不足。でもまあちょっとできたんですけど、見えないですよね。見えないですよね。どうしよう。これタブレット外すの大変なんだな。どうしたらいいん、これ。あ、ちょっと光の反射問題あるけど。ちょっと無理これは。まあ見えた、まあ見えたってことで。野菜不足なので野菜を取るために。でもねさ、生野菜とかサラダは嫌いなので。でも昼と夜でいけるっしょ。そうだから
スープを作りました。お、時間通りあと5分ある。1200円、また勝手に価値をつけられた。この前何作ったっけ。あ、卵焼きか。もう30分、あと5分。ハチヒーロハチさん、ヤジウマさん、いいね、柴犬さん、タデさん、結婚式ギフトありがとうございます。なんかついた。赤エル、あら、赤エルさんってさ、めっちゃ可愛いたわ。ありがとう。ちょっとまだ好きだから。じゃあこのスープはカエルサンタさんにあげましょう。気持ちで。千葉正弘さん、おいでます元気さん、イギータさん、さやまっちゃさん、いとちゃん、ワイスケさん、スマイルさん、アービンさん、ありがとうございます。ギフト、ありがとうございます。じゃあね、皆さん、こちらのスープを勝手にまあ飲んだ気持ちになって午後も頑張っていきましょう。サラは飲みますけど、サラは飲みますけど、そりゃね、そんな気持ちになれましたか。なれましたか。あ、美味しかったよって。おお、それは良かったですね。午後も頑張っていきましょうではないか。今が32分なので、そろそろランキングを読まなきゃですね。スケさん、ありがとうございます。ヤジウマさん、ありがとうございます。ちょっと暑いから持ってないんですけど、まあ、さっき見せたのでちゃんと見えたであろう。でも普段はこういうのに最後に絶対ネギを入れるんですけど、ちょっと今日はネギ不足でした。よいしょ。33時、じゃあ33分になるのでランキング呼びたいと思います。13位、井上義弘さん。12位、とちゃん。11位、アービン。30位、ピルシさん。9位、ライディンさん。8位、おいでます元気さん。7位、ツトポンさん。6位、ヤジウマさん。5位、タネさん。前髪が4位、ゆうちゃん。3位、セリアさん。2位、マジスカさん。1位、赤エルサンタさん。ありがとうございました。いいね。もう私はもう意外なのかもしれんけど、普通にちゃちゃっと作れちゃいました。まあね、15分とか20分でそんな手込んだものがもう下準備をして焼くだけとかにしない限りね、まあできないのがあれなんですけど、またまた良きです。じゃあ皆さんもね、スープを飲んで午後も頑張っていきましょう。ゆうちゃん、ペンライトたくさんありがとうございます。星投げカウントしていただきありがとうございました。次が13時、20分からになります。吉田画伯の時間になります。それではまたその時間にお会いしましょう。星集めときます。よろしくお願いいたします。ぜひ皆さんスープを飲んで頑張ってください。ありがとうございました。